とりあえずね、前の動画でね、カットの新設定を案内しましたんで、今回はね、細かい走りパーツの方とか、案内していきたいかなと思います。というわけで、どの辺から行きましょうか。まずは赤点。赤点はでもどうせあれなんだよな。これ、落ち名義だから、まあ、ボディとかの足パーツは一切ないんで、まあ、修理パーツのみって感じなんだけど。ちょっと赤点から行きたいんだけどさ、赤点が反応するかな。これさ、くるくる回るからさ、たまにバグるんだよね。赤点、そうですね。特にないっすね。足パーツも多分、まあ、ギリギリって感じでしょうね。もしくは、あっちの裏側からの攻撃あんのかな？でもあれ、落合製品出たっけ？こっちって。相当連結器出るんだ。マジで。いや、やっぱり E531 機、足一発今回、まるまるない扱いになってますね。で、これ発売してみないと正直分かんないと思う。まあいいや、この辺のカプラーとかも、じゃあ先にこっち行くか。とりあえず、まあ、まず今回発売されたね、IC とか、ウララとか、セーブとか、そっち系らしいから、まず行きたいと思います。というわけで、まず DD51 か。DD51、まあ、今回ボディが、今回ね、全機体感型新規作。ただね、ドルクリートはま、共通ですよと。で、カプラーセットの方もま、新しくなって、ドルク台車、中間台車、まあ、これは、従来のやつのままと。で、ナンバープレートね、一応、まあ、この番号で、設定されますよと。で、ライトユニット板はね、あのカプラーとの部屋や、体感型のエンドビーム。で、全面手すり。こちらもね、今回、なんか新規制作になってますよと。で、今回 708PC さん、DD51 全機体感型カプラー S。で、全機型 PC、あ、これか。カプラー線が違う。団地型で付属していたスノープローとカプラー、板バネの組み合わせですよと。あ、そういうことか。で、そいつの、あ、客車も最後になるのか。あ、客車別パーツか。じゃあ先にヤクモ行っちゃいましょうか。で、ヤクモの方も。ヤクモ今回ね、86編成の方に関しては、まあ、特権扱いなんで、足パーツの設定はね、ボディございませんのでね、ご注意ください。で、一応ね、第2編成の、ボディがそのまま全種類と。で、動力ユニット、スロットの座付き。なのでね、86編成の方も、一応多分ここデータあるかな。あ、ありますね。86編成の方も、もしね、まあ、例えば、まあ、なんつうのかな、まあ、一応4両単独でも運転はできるんで、例えばこっちの、第7編成の方、こっち、2号車の方にパンタグラフ、6号車の方はね、動力車入ってるんで、まあ、いけるんですけど、2号車の方はね、動力車入ってないんで、もしね、そっちの方にね、動力車入れたいよって人は、まあ一応この動力ユニットを丸々買ってもらって、そのまま、まあ動力台車も、めんどくさいんで、こっちですね。これですね。床下がこの74612の 1B。で、動力台車2個買ってもらって、その他744、これ多分パンタグラフかな ?744 の、341F。あ、そうですね、オーシャンロンのパンタグラフですね。まあ、パンタグラフはね、もともとついてるんで問題ないんでね。だから動力ユニットと台車だけ買ってもらえば、まあそのまま、まあ、4両単独で、まあ、それぞれ遊べれますんで、まあ、悪くはないのかなって感じですかね。で、そんな感じかな。一応、ドルクニと、あとは、クモロハと、モハの床下と。で、逆に言ったら、今回、モハの床下に関しても、こっちの、あ、そうか、モハ2なのか。失礼しました、なんでもね。そうね、あ、そうか、モハ2さんがドルクニと、あれのこうやってなんか。だから今回ね、もしかするとね、まあ、もしバラ売りされるとしたら、このモハ27さんの片っぽの方が、トレーラー台車はこっち入ってるんで、だから仮に、まあ、第2編成買って、まあ、この第2編成、だから、両方ともパッカン開くやつを、まあ、2個買って、で、片っぽトレーラー化するって人も下手すらいいのかな。まあ、今回、モハ27さんがどういう床下かっていうのが、俺ちょっとわかんないですよね。まあ、似たような車両で言えば、あ、でもそっか。似たような車両で言うと、あれ、はるかだと、トミックスしか出てねえし、あいつ3両だもんな、むしろ。6両か。意味ねえのか。まあ、どうだろうかなんですかね。だ似たようなトレーラー車の、床下なんか探してみて、まあ、仮で付けとく分にはいいんじゃないですかねって感じですかね。申し訳ないかもしれないけど。で、あとはまあ前面カプラに関しては、ごめんなさい、ドルカプラですね。動力車のカプラと、台車。今回スノープロ付きなし、各1個。つまり、まあ、スノープロなので運転台側、なしなので、まあ、つまめんがって感じですかね。で、モハ272の、トレーラー台車、モハ27のドルク台車と。
で、ヤクモのシール。で、パンダマルガシはオーラナノ。で、ライキュニット、クモ101、中間ジョイとこちら、カプラスプリング、ドロクションタイヤ。これ関係ない。で、クモハの、クーラー。あ、これ319と一緒なんだ。へぇー。で、スイッチ版と平行きは1000万円です。で、スカートが、今回、クモロハ、クモハヨ、各入ってますよ。で、全面パッカンパーツも今回ね、一応まあ、もともとセットの方にも付属しますけど、まあ、一応おまけでね、足パターンも出ますよ。で、二段電連と、ヤクモのスノープロ。まあ一応ね、大事なスノープロに関してはね、こちらに入ってますんで、まあ問題ですけどね。まあ一応修理パーツとして、まあ、あ、スノープロも出ますよと。まあだから、お好みで、まあ、他の種類にも使い方されてないですかね。まあ、合えば。で、今回、フォロー、なんかこちら、5085フォロー、はい、746121B、なんかね、Z050808 になって、なんか出ますよ。74612の 1B ってどういうことだろう。ちょっと気になりますね。で、ライティング終電集って感じかな。まあでも74612、今回ね、このスノ、なんだっけ。モハ273とかのやつが基本的に74612の番号なんで、まあ多分これの中間車用っていう番号の扱いで、まあ中間ホロって感じだったんですよね。5085のホロ自体が何者だ？ちょっと待ってくださいね。加藤5085。あ、そうですね。加藤5085。ホロっすね。一応前回のホロも20個で440円。まあ、大して変わってないんで、まあ、その色が変わったのかな？一応灰色にはなってますけど。まあ、なんか、あると思います。まあ、わかんないけど。で、一応ね、ライティングで、まあ、だからもしかしたら品番がね、こっちの Z05 系の番号に変わっただけなのかな？もしかすると。まあ、そんな感じもするかなと思いますね。まあ、でも特にホロなんでね、一応問題はないかなと思います。まあ、一応そんな感じでね、ヤクモと。で、次が、西武のロングシートか。はい、こちらと。出るのが遅いと。ロングシートね。今回ボディに関しては、だいぶ、あれですね、共通されてますね。入ってるのが1号車から、4号車と、0号車か。まあ、つまり先頭車2両と、2、3、4。これはパンタ車と。そうですね。パンタ車何か、ホイって感じか。で、残り一部がこんな感じで、それぞれ、ね、パンタ車、共通で、パンなしで、まあ、一部共通ってなってます。んそんな感じかな。で、ドルクイント、今回スロットの姿になってますんで、まあ、新規制作と。で、床下セットに関しても、今回ね、まあ、ロングシートモード、今までのね、4万系って、まあ、ストリン仕様で、レッサンで、まあ、ロングシート、あの、クロシートだったのが、まあ、今回ロングシートになりますんで、だ仮の話で言うと、まあ、その、まあ、4万系今回エストレイン出てるんで、まあ、そのエストレインをもしかすると、この床下セット、組み込めば、まあ、可能性的な話で言うと、ロングシートモードの4万系も作れるのかなと思うんですよ。一応床下の品番こっちになるんで。これ、適合させてくださいって感じになるんですけど。だこれはね、まあ、もし落ちたりの方が、生放送で言ってくれたら、まあ、個人的にはありがたいかなっていう感じですかね。で、一応ね、そんな感じと。で、カプラに関しては、トレーラー車用、そして動力車用はこちらと。で、台車に関しては、まあ、そうですね、基本的には前回の4万系同様と。で、今回シール、今回ね、まあ、そっか、今までの4万系って、まあ、S3 仕様で出てたんで、まあ、一般の、まあ、なんていうのかな。まあ、普通の電子用としては出なかったんで、まあ、こんな感じで出ますよと。で、パンタグラフ、ライトユニット、中間重とか、プラスプリング、トラクションタイヤ、関係ない。で、ホロスね。で、クーラー、今回から設定されてますよと。で、スカートも同じく、今回から新規設定と。で、ダミーカプラ、アンテナ、ラジオ電子って感じで、まあ、出ますよ。一応こんな感じですかね。で、そして、エストレインの方がこちら。で、今回、エストレインの方もね、まあ、車番が、変わってますんでね。あ、そうか、新規掘り起こしって感じですかね。今回でも、出てないのが3番と8番ですね。3番と8番は3番、普通にパンなしだか。パンナシは普通に6号車と、あとパンガリ車は一部、共通になってますよと。まあ、なんか、いろいろあるんですかね。で、一応、床下に関しては、今回、ライトユニットがついた影響で、まあ、新規掘り起こしになってますよと。まあ、中間床下に関してはね、まあ、これだから前回出た、S3 仕様のやつと変わんないんで、そうすると、やっぱり可能性的には、まあ、前回出たやつも S3 仕様になってますし、そうですね。まあ、やっぱり50番台の方に床下使って、ただまあ今回シールがね、全部ライナー運用になっちゃってるんで、今回ちょっと落ちちゃいこれ。全部ライナーで出しちゃったんですよ。エストリンを。
エストレインの元町と、あと、ハイジマライナーと何だったっけ前の動画で案内したけど、普通に忘れたわ。あ、そうですね。一応、元町と、秩父と、ハイジマライナー、ハイジマ。で、無地が付属なんで。だからまあ、そうですね。この無地の中に、まあ、さすがに元町とかは入ってないんで、まあ、どうにかして頑張って手配しようっていう話になりますね。多分、俺無理だと思うんで、諦めますけど。で、一応生かしそうですね。で、パラトマに関しては、まあ、従来のそのまま。こちらもそうですね。さっきの、50番台同様、前回の9000品のまま。で、シール、今回基本セット、新しく。全面規制でも新しくなってで、パンタグラフ、ライトユニットこの辺に関しても、まあ、従来製品そのまま。で、カプラドール。で、さっきのね、50万台同様、クーラーと、スカートは今回新規製作になってますよと。で、ダミーカプラに関しては今回半蔵門専用で、アンテナに関してはさっきの陶器のやつのまま。で、ライトユニットで一緒って感じですかね。で、今回ね、まあ、全面規制表示、こちらですね。ストレーム元町、西部秩父、ハイジマライナ、そして無地が付属しますよ。でもこのシールがね、あとどういう感じになるか。まあちょっと無地なんでね、まあ何か他にもなんか面白い行き先があったら、ね、いいかもしれませんけど、まあちょっとここは出てみないと分かんない。だからそうですね、セーム4万系か。4万系あまり取ってねえからな。正直ね、なんだろうな、失礼なこと言うけどさ、まあセームの4万も、まあ東部の3 5万も、俺どちらかというと取らない方の部類なんですよね。まあ、セーブは6000、東部は9000が昔から好きなんで、まあ練習伝ぐらいには取るかもしんないけど、まあ4万来たっつって喜んでは取らねえからな、俺もあんまり。なんか俺正直思えば、4桁形式、あの5桁形式より4桁形式の方が好きかも。メトロは7000。そうですね、メトロ7000、西武6000、東武9000か。確かにどちらかというと5桁形式の今の車より俺は4桁形式の昔の子の方がなんかずっと見てたあれがあるんで、なんか好きだな俺は。そうですね、あんまりエストレインとか取ってないっすね。ただなぜか1個だけね、 06M の F 特元町中華街が出てきた。どこで取ったかわかんないけど、これいつ、これ今年の3月か、記憶にねえな。そうですね。まあでもやっぱりそうですね。元町中華街の F ライナーとか、その辺が特急で入ってくれたらね、まあ座席パーツだけ、しょうがない足パーツで買ってみて面白いことするかってはなりますけど、まあただこの不景気でどこまでの人がするか、多分そうそう言えるよね。まあ面白くはなると思いますけどね、個人的にですけど。で、次が、ウララか。で、うらら、今回3両2両それぞれボディ新規制作、そりゃそうだ。ドルクニと今回スロットレスモーター化されて、500番台なんで、多分これレッドウィングとはもしかしたら違うかな、高さですね。で、一応こっちもやると。レッドウィングって0番台だっけ、確か。多分そうだと思うんだよ。で、今回ね、一応全部ね、新規制作で掘り起こされる。で、カップラーセット、動力台車の、あ、そうね、動力車よか。あ、でも今回、モハ226517なのよ。モハ22、あ、そうね、動力車ですね。でもカップラーシーの今回1両分入って500円なんだ。ん合ってるか。あ、そうか、ドルク台車か。ドルク、ドルカッパーか。台車だけですね、1個入れるの。で、全面カップラーと、クモハ、227537、中華連結面専用のカップラーセット。227537。あー、なるほど。ドルク車ってことっすね。そうっすね、ドルク車のカップラーと。まあ、だから、まあ、クモハの動力車を使うのか。で、クモハに入れ込む台車、そして、普通の、あ、だから、この辺の台車だとあるか、従来品種のほうか。で、今回、ただ、クモハのやつ、ドロク車、トラクション体なしで設定と。で、今回、シールに関しては3両2両共通。で、北九州に関してはこちらですね。普通小島、糸崎、あいうえ無地。で、2両の方に関しては、ワンマングの普通岡山、普通新見、無地が付属と。シールは共通なんだ。面白いっすね。で、パンタグラフ、ライトユニット、もろもろと一緒で、今回、手抜き場所、まあ、うらら用に、まあ、掘り起こしなんですけど。あ、そうか、色がピンクになるのか。ん？ピンクわかんねえ。で、フォローがこちら。ライトユニット、スカートと。で、組み合わせるとこんな感じ。まあ、今回ですね、モハの226がね、今回トレーラー車が設定ないんで、まあ、これはどうもいいかなと思うんですけど、まあ、例えば、クマの方はね、まあ、今回500番台の、床下が、まあ、それぞれございますんで、まあ、若干違う感じではあるけど、まあ、無理やり組み込もうと思えば、組み込めるのかなっていう感じで、そうですね。
これはだから正直なこと言うと、前回の227件のレッドウィングがどうだったかなんだよ。でもレッドウィングの時もね、確か俺の記憶だと、2両はね、基本 Z しか出なかった気がする。ああ、そうですね。やっぱり3両基本で6両一撃。ああ、そうか。この時も6両一撃だったのか。3増なかったんだ。で、レッドウィングは2両か。あ、そう。うん。あ、でもやっぱり前回、今までのやつ、こうですね、ここケースの案内とかあったんですね。で、ちなみに前回の流れで言うと、例えばこれなんですけど、まあ、6両セットのブックケース、2両セットの試合で収納可能なんで、多分今回もまあ3両と2両。だ2両は紙箱、3両は多分、3両でもでかいブックケースになってくれるのかは正直わかんないんで、そこだけはね、ちょっとまあ、落ちるかなんかの生放送あれば、まあ、ご確認くださいなというところですかね。まあ、組み合わせるとこんな感じになりますと。まあ、上から3両、下から2両。なんな感じですかね。で、一応まあ、ドイツに関しては、まあこれ、多分修理パーツぐらいですかね。さあ、修理パーツ、台車が出てくるか、そう、台車、台車出てくるか。で、一応、動力対車、それとトラクション対ありなしと。で、パンタグラフライトユニット、どっこいしょと。そうか、今回、動力すらもないのか。あーちゃーてっきりスロットラスモーター発売されれば、まあ、IC のノーマルに組み込んでもいいかなと思ったんだけど、そうか、動力もアッシーなしか。せめて動力は消耗扱いにしようぜ。俺思うんだけど。せめて動力は消耗扱いになんねえか。まあしょうがねえか。まあでもこれね、従来の、そのまま、まああれですね、普通の IC のやつと一緒なんで、まあはい、これいいからいくって感じですね。というわけでこっち。まあ、こっちも多分一部ボディ、おめえもねえの？おめえも一部ねえのかよ。まあ、動力ぶっ壊れた時には落合に送ってください。はい、以上です。IC 以下略。ってわけで最後、カラマツか。カラマツだけは。こっちかな。で、カラマツの、こっちか。うわ、すげえよ。マニのボディが米印書いてるの、これはなんだ？米印、初版の、事情に今回の生産が価格目直し品番を変更いたします。そういうことか。だから床下も一部か。一応このですね、スハネ、オハネ、フ、スハフ、マニ、スハフ、スハ、え、待って。スハネ、オハネ、フ、スハフ、マニ、スハフ、スハ、マニ、スユニ、マニ。オハフ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、そうか。給料セットプラス、あれ、単品のマニの分も入ってんのか。一緒に。そして多分単品のマニの分もボディ今回入ってます。で、一応ね、ボディに関してはこんな感じで全部ありますよ。で、今回、大畑33、ベンチルタイネが別タ、まあ、別パス化されたやつですよ。で、ソハネの16、化したオハネフ12、マニのライトニット付き。で、スハフ40か下、スハ45、マニ60、やっぱり中間ライトユニット一部ライトユニットらしいですね。でこの辺もだから、どうなのかな、ライトユニットがね、どういう機構でオフスイッチとかどうなってるのか次第によってはね、まあ、つけれなくはないと思うんですけど、まあ、これは正直俺もイメージわかんないから、まあ、どうもいいって感じで。で、一応、台車に関しては、アンノカップラーと、まあ、あれか、カトカペネ GP。多分これ、あれですね。まあ、多分あれだと思います。で、スハフよ、スハよ、マニオロハネ、オハフ、シール、ライトユニット。で、アンカプラ、カプラスプリング、中心ビス、動向。で、マニ54の、ホロット。まあ、イカリアクト。で、中華連結のカプラーは、加藤製品、加藤カプラ、NJP、ビクロ、ご利用ください。で、付属ナックルカプラーは、加藤ナックルカプラセント、黒、アンカプラと付き合う。あ、そうですね。やっぱり、カモメナックルの黒番ですね。ご利用くださいと。で、加藤カプラ、NJPB、付きの新台、付属台車、こんな感じ。で、こちら、アンカプラ付き台車。で、アンカプラ付きの加藤ナックル台車、いいか。で、組み合わせるとこんな感じになりますよと。スハフ42はスハフ40という貸しは共通ってことか。なるほどね。
まあ、特に今回、カラマツ自体が、まあ、大体この編成で、まあ、新会社、荷物か。荷物車だけ、なんか違うぐらいなんで。まあ、あとは、なんか、いろいろ楽しんでくださいって感じですかね。まあ、だから、特にライトニーと同じって感じですかね。で、まあ、一応、おすすめ足としてはこんな感じで、まあ、それぞれ組み合わせやすい。まあ、特に、カラマツとか言われても、特に客車か。まあ、俺、生まれてねえんだよな、正直。だから、あまり詳しいことわかんないんで、面白いですけど。いいっすね、こういう白黒映像の懐かしい旧型客車って感じで。俺は好きだな。っていう感じですかね。で、最後、細かいパーツっすね。あ、ごめん、こっちじゃねえ。こっちか。まず、車体ガンジャパーっすね。今回車体感情報、黒色、そして加藤カプラ未定型の服付き、短いやつの、灰色、まあ、だから、氷山ですね。氷山タイプと、青灰色、まあ、従来の、まあなんか、グレートまではいかないけどやつ、で、真っ黒なやつ、出ますよと。こっちで見ると、ちょっと見たくなるから、こっちで出る。あ、こっちが出てくるのか。まあいいや、車体感情報、これですね。運転内車に中間レベルであるジャンパーか持ってきませんけどな、パーツを。で、あ、今回、あ、黒色で8コレなんだ。あ、これ、黒、あ、そうか、こっちは黒か。さっきのやつは、青灰色？ん？品番いつだっけ ?28289。あれじゃ、番号は一緒か、さっきの、常磐線のやつと。あ、一緒っすね、失礼。これ黒だったんだ。なんか俺、てっきり、床下がグレーのせいか、青灰色に見えたわ。まあ、じゃあ、黒色で出ますよと。で、カトカブラ未定型、服付きの、単、超、それぞれ出ますよ。単の灰、黒、超の黒、単の青灰、超の灰、超の青灰。これせめてさ、番号順に並べてくんねえ。なんでこんなオセロ式にしたの？せめてさ、ここさ、1、2、3で並べろやって言いたくなるよね。言っちゃ悪いけど。で、ボディマン式のカトカブラ、そしたら、そうですね、まあ、カップラ交換してくださいけど。カップラーはちなみにこれどういう感じで出るの？このパーツだけ？あ、これごと出るのか。今回、入ってるのに関しては、フック付きのカップラー各色10、20か。で、スプリング20、カップラー受け20。つまり蓋は元々のやつ使ってくれってこと？これ。扱い上。本体20、バネ20、受け20だろ。だから最近が C パーツで蓋ばっかり出てるのか。多分そんな感じかな。で、タイプ製品。ボディマンチキャラとカプラ、店型、超ターンを装備したシャル製品。以下の製品は中間で出るカプラ超過しますが注意が必要で、38逆襲。ジャンパー缶がボディつまりになった一般の車両よりも取り付け値が高くなっており、車体感ナッパーで再現されるジャンパー缶にして異なります。四国2000、2700系。ジャンパー元のない電源を装備している、そろそろ。地図急行、こちらもジャンパー缶を持たない、電源を装備します。まあ、そんな感じかな。なんか基本的には、まあ、JR 東日本で言うと在来線。まあ、あとはだから一部西部とか、まあ、東急とか。かな？わかんないけど。わかんないけど。こんな感じかなと思いますね。まあ、お好みで。まあ、お買い物くださいよと。あれ？ネックスのやれって何色だっけ？ネックスはあれグレーか？もしかすると。ネックスがグレー説かもしかするとわからんだけど、いや、ネックスあるな。これがネックスの今までの発売した、アシューパーツのデータになるんですけど、こんな感じ。まあ、これが一番明るいですよ、車体ガンナッパーって感じですね。そうか、一応多分車体ガンナッパーが一番最初に出たのネックスか、そう考えると。番号 Z045589。5個入り440円。今回落ち合いは。色何色だ？ちょっと待って。場合によっては Z04 の方が安い説あるぞ。Z045589。Z045589 で。一応そうですね、E259 系車体感ダンパーにはなってるわ、シーパーツ番号。ああ、でもね、
まあ、黒ではないけど、グレーでもない。一応こんな感じみたいですね。一応こういう感じが Z04 の5589って感じですね。だからまあ、ネックスのカップラーと、まあ、ドンピシャう感じ。だまあ、そうか。まあ、そう考えると確かに黒ではないのか。まあ、今回でもそうですね。黒っすからね。真っ黒。真っ黒。まあ、どうだろうね。俺あんまり色とか苦手なんだよな。まあ、こっちと比べると真っ黒って言われるとどうかって言われたらかもしれないけど。まあ、車体感じ黒か。だったら、これ正直になってるけど、これサフ塗って、サフ拭いて、色黒拭いた方が早くね。だってこれ5個でだって550円でしょ。もういくらだっけ ?5 個で400円か。44か55。44か。44だとし10個買って88でしょ。だったら、塗料の塗る手間考えたらどっちの方がいいのかな、わかんないけど。俺も一時期バカみ、でも俺そうなんだよ。昔はね、本当にネックスのやつしか出てなかったんで、あのネックスのシーパーツが出るためにちょこっと買って、なんか山の杖の一部かなんかにバカみたいに取り付けた思い出があるわ。でもあれ結構ね、正直意味はないと思う。で、ネックスのやつって、何がすぐっていうと、これ車体がナンパ出てるんで、あの元々これ切らなきゃいけないんですよ、ネックスのやつって。でもそれが元々これ切られてるんで、その点は楽なのかな。言っちゃ悪いけど。どうだろうね、正直。まあでも実写の車両もさ、例えばこれ、2本2本になってますけど、まあ実写は片側1本とか片側3本とか、まあ車両によって違うんで、ほんと雰囲気なんですよ。だそここだわっちゃうと話は終わっちゃうって感じなんですけど。そんな感じかな。そんな感じですね。で、まさかの相当カプラも出ますよと。まあ、今回、フック付き、フックなし、それぞれか。こっちはデータない。まあいいや。それ外カプラーっすね。一応まあ今まで死神なんかもまあフック付きでとかまであるから、従来の101系とか、まあ103系のあのアーナカプラーとか、ね、対応してるっていうのはフック付きだったんですけど、まあ、最近ねフックなしの車両出てきたんで、まあ、フックなしっていうかあれか、電連別パーツか。例えば E531 系とか、まあ、E231 系。まあ、特に今回の E531 系が一番分かりやすいタイプなんですけど、これ電連が別パーツって車両が最近多いんですよ。こういう感じで。あ、こういう感じ。この電連が別パーツってやつに関しては、こっちのフックなし使って、旧製品の場合、だそれこそネックスみたいな、あのフック付きの車両、だから中間部分のフック付きの車両を輸送しちゃう場合は、こっちのフック付きのカプラーって感じですね。だそこちょっとね、あの違いがありますんで、まあ、あのお買い求めの際は、ご注意ください。これ何個入り多分2、3個入りだと思うんだけど、Z01、多分俺も一般販売か。番号的には。てか、よく機関車出ねえのにお前だけ出たな。0760。6個入りっすね。6個入りと、どちらも6個入りっていう感じっすね。一応これ発売日はいつになってるんだ？発売日が記載ないのが一番困るんだけど。あ、一応3月か。3月予定で出るんで、まあ出たらその時には、まあ買えばいいかな。っていう感じですね。ただこっちにも情報がないんで、印刷のしようがないんだよ。多分あれかな、イモンになる雑誌にもこれもしかしたら載ってない説ない？わかんないけど。オハ35、オハ33の、グレタパッツセット。一応今回ね、まあ、旧型客車の、まあ、グレダーパセット。まあ、今までね、ベンチレター一体化だったんで、まあ、それを別パーツ化したやつと。一応共通屋根4枚にベンチレター40個。で、使えるやつはこんな感じ。一応、まあ、屋根の色、川ネジ号違いますけど、まあ、取り付け可能と。で、戦後型はダメですよと。まあ、付けるなら一般型のみにしてくださいねって感じか。なるほど。一応、だからベンチレターは2個は予備なんだ。40個ってことは。そうだよな。あれ？どこ行ったっけ？あ、そうですね。一応ベンチレーター4個にベンチレーター40個。まあ、そうか。共通パーツだから屋根これだもんな。1、2、3、4、5、6、7、8個。だからまあそうですね。各1列につき2個が予備って感じなんだ。まあ屋根4個にベンチレーター4個で3000か。まあ悪くはないとは言いたいけどね。まあどうでしょうかって感じですかね。まあ旧型客車はもちろんお客様。まあ以上です。
あとは、特にないかな。これは先月案内した、金属握り棒なんで、特にないですね。あとは、あとは外車か。さっきもちょこちょこっとなんか、また USA 製品出てたけど。もしかして、こっち行った方が早い？当たり、こっち行った方が早いですね。じゃあ最後ですね、USA 製品だけちょこちょこっと見て終わりにしようか。まずは、まあ、GE っていう機関車か。で、こちら。来年4月初めてで GEC44 の QW、BNSF と、まあ、KCS、まあ、2種類出ますよと。BNSF の最新塗装の、これと旧時代の、こちら。で、BNSF から売却された KCS、それぞれ製品かと。GEC449W、ペンシルベニア州エリーの、こちらにして作った4500馬力のディーゼル式の機関、ディーゼル電気の機関車と。1970年のダッシュ7に始まる GE の機関シリーズの愛称の伝統を受け継ぎ、C449W は1903年のデビジンダッシュ9と呼ばれましたと。詳しくは知らん。で、一応今回出るのが、まあ、旧塗装、あ、最新塗装、あ、ごめんなさい、旧塗装と、旧時代と、まあ、最新塗装と、BNSF から売却された KCS、まあ、それぞれ、こちら、まあ、2種類ずつで製品化と。で、その中でも、まあ、これが、これが最新塗装か。これが最新塗装で、こっちが旧塗装。で、こっちが、まあ、売却塗装か。まあ、基本的にはロゴの違いって感じですね。こっちが BNSF と、まあ、KCS。あと、ちょこっとこの黄色いなんか、まあ、この辺の黄色と黒の警戒色っぽいのほぼ一緒だし。そうですね、まあ、ロゴの違いのみか。でも、俺こっちの赤のやつなんか、そうですね、これ見覚えありますね。この赤いやつはなんかね、見覚えある。うん、そんな感じですかね。で、ダブルスタックカーのウェザリング仕様。下のやつか。はい、こちら。なんか面白いですね。ウェザリング仕様と。さまざまな機関車でしょうが、ウェザリング仕様のダブルスタックカーが3両セットで登場。ウェザリングというか、まあ、半分これ、落書きだな。これ、日本で言ったらどうですけどね。海外ってこういうの。そうか、海外のさ、たまになんか貨物列車に言うとか言ってるんだけど、こういうの平気でコンテナとかさ、運用してるんですごいですよね。日本だったらまだありえなさそうな。で、こちら、1段目に最大48フィートの長さのコンテナを搭載できる TTX のダブルスタックカーで、1990年初頭に製造されたと。で、1955年設立の、トレイルトレイン車は鉄道貨物の成長に貢献し、1910年に TTX 社名を変更。さまざまな機関車を組み合わせたとしています。ダブルスタックカーはウェザリング仕様ですと。まあ、一応3両でお値段が1万8000円と。まあ、税抜きですね、これ。で、その他、USA の機関車も一応ね、なんか同時に出ますよと。GE のAC4400CW、CSX 仕様と、こっちが、ES44DC っていうタイプの2種類と。まあ、こっちがだから5293、5329で、これが上の77と111号か。あんまり USA は笑っ。もう機関車をさ、前後に挟んでさ、なんかすげえことやってるとしか思わねえんだよ、ほんと。あれ、すごいからね。で、最後はフラットカーのメタルロード付き。まあ、これか。はい、こちらと。で、鮮やかな緑が特徴の積載付きのフラットカー。字がわからん。輸送用の構造が積載されてフラットカー3両セット。バーリントン、あ、バーリントンノードが出たのか、これ。バーリントンノード。納得。バリトンザン、1970年にグレートノーザンとノーザンバッシュが便利に設立する。その後、1915年に ATSF と合併して、まあ、バーリントンノーザンに、まあ、SF が合体して、こんな感じか。で、製品概要、センタービームフラットカー1両と、バルクヘッドフラットカー2両の3両編成。付属の鋼材は一部組み立てが必要です。単品をクリアケースに収納されております。3両セットの中は17,100円プラス税と。以上。以上。まあ、そうですね、そんな感じかな。そうですね、あとは特段ないかな。まあ、先月案内した、まあ、機関車たちと、まあ、そうですね、先月分の足パスくらいなんで。眠い。まあ、そうですね、興味があるのはね、ある人は、まあ、お買い求めくださいって感じですかね。
まあ、あと個人的に面白いのはやっぱりそうですね、生放送か。一応生放送って次いつって決まってんのかな。ちょっとあのセーブがね、本当にロングシートモードできるかどうかちょっと俺も気になるんで、やれるもんならやってみたいよね、バカなことは。まあ買わねえけど買わねえけどね。あ、Cパスで押さえとけばさ、まあ9000品買って、まあできなくはないんでね。でも次の生放送いつかとかって書いてねえんだよな。困りましたね。あ、雨降ってきた。まあ俺今日カプラの一人が行きたいんで、それはね、この後行くんで、今9時ぐらいですけど。まああと3、40分ぐらい休憩したら、そうですね。まあちょこっと行って、まあのんびりして、のんびりしましょうかね、今日は。でも一応ね、大体ね、落ち合いってね、製品発表された翌週の日曜日が大体生放送って多いのかな。あれ、翌週だっけ？翌日だっけ？これはちょっと俺もわかんねえ。まあそんな感じですかね。まあでも特に今回はそうですね。まあでも、どうだろう。まあ、西武の4万自体結構ね、まあ、9製品もあるし、今回アンテナ増設なんですよね。だからまあ、まあでもそっか、まあ、最後の話と正直言うと、西武の4万が、まあ、どこまで出るかって言ったら3つなんですよ。だから、床下だけ買ってギャンブルするっていうのもありっちゃあり。かなぁと個人的には思いますね。まあ、さすがにどこまでやる人がいるかわかんないけど。床下全部でいくらだっけ？俺加藤に言いたいのはね、こういう時ね、座席だけとか売ってほしいよね、正直。まあさすがにそういう売り方はしない。まあそれ売るんだったらあるか、落合行っちゃった方が早いのか。でも落合でも 100% 出るか分かんないからね、あのジャンク位置。正直言うと。まあそんな感じかな。まあ相当カプラもね、これ一応一般販売のあの番号なんで、まあ、大丈夫かなと思うんですけどね。まあそんな感じかな。はい。そんな感じかなと思います。一応、興味のある人はね、一応、ホームページの方をご確認して、まあ、自分のお財布と、相談して、ご予約するなり、なんなりしてください。では、また次回でお会いしましょう。ありがとうございました。